い、セシオバランです。はい、カナッチです。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、はい、ということで皆さん、はい、遅くなりました。おや、チャンネル登録者数が2000人で行きました。行きました。突破です。突破です。ありがとうございます。はい、気を抜いてたらね、2200人行ってましたね。気抜いてた。気抜いてた。異常なね、忙しさでちょっと最近。おや、すごいね、2000人って言ったら。そうですね、2000人というとすごいですよ。ちょっと大きい学校ぐらい。学校がどんなもんなのかちょっといまいちわからないですけど、イメージとしては、まあ、渋谷公会堂ぐらいかな。あー、そっか。はい、すごいですね。CC レモンホールですよ。 CCB これもね、一重に見てくださる皆様のおかげでございます。ありがとうございます。本当に感謝しております。そしてね、そしてね、おやおや、協力してくれてるね、皆さん、ゆうと、ゆうきさん、みっちゃんをはじめとしたいろんな方いらっしゃいます。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしてそして、見てくださる皆様のおかげです。本当にありがとうございます。さっきも言わなかったっけ。そしてね、協力してくれる皆さんにも、うん、ありがとうございます。そしてね、壊れた。感謝の気持ちが溢れ出てくるの。あ傷ついて CD かと思った溢れんばかりのね、こう、うん、感謝をね、伝えようと思うとね、こうなってしまうと。マジで。気がつけばね、うちらもね、約8ヶ月が終わろうとしてますね。もうすぐ10ヶ月が見えてくるところでございます。赤ちゃん出てくるよ、そろそろ。そうだね。 おぎゃーおぎゃーって、ね、お前すっごい出方してたんだろ。俺だーマシコだーテーク名前をつけろみたいな。でね、まあね、動画も230本ぐらいかな。ねー、頑張ってね、オーバーの動画を作ってまいりましてね。おせっかくだからさ、なんかお気に入りの動画とか話そうか。ああ、そうだね。うん、でね、ここでうちらだったら、普段だったら、あ、こんなことあったねって振り返るかもしれないけど、おや、振り返らないから。脳みそだからね、脳みそ。脳みそ。脳みそだなー。そうそうそう、あの飲み会の時にさ、同級生に久々に会ってさ、あんなことあったよねみたいなトークがしたいの、俺は。わかるわかる。お気に入りの動画。うん。先生の車立てかけたよねみたいな。立てかけた。前はガクとか。なんかある？カドッチ、お気に入りの。最近は、うん。やっぱゆうきさん初登場の回は思い出深い。やっぱりそこはね、外せないよね。ね、それはちょっと思い出深いな。本当にね、うん、お世話になりっぱなしなんですけど、ゆうきさんってね、写真を撮りに行くというね、外せないね。外せないよ、あれは。あれはね、本当ね、楽しかったな。未だに写真見て北斎もからな。ああ、そうね。あのね、写真もね、本当はもうちょっとうまいこと使いたいんですけどね。ね。どうにかしなきゃなって思ってます、本当に。おいや。今ね、ツイッターでしか使ってないからね、基本的に。ね、うん。ちょっとね、ゆうきさんに悪いなと思ってるんですけど。あ、うん、そうだね。生写真配る？いらねえか。あれはやっぱり思い出深い。思い出深いですよね。俺もそう思う。うん。そうだな。俺は何が思い出深いかな。フラッといて。やっぱり俺は、あれかな。あの、千円札にやっぱり、あるやつが好きかな。あーい、多分それで言ったら、うん、あっちの方がインパクトは俺残ってんだ。どれ？アス、アス。アサシンの覚え方ね。ああいうくだらない系をやりたくて、あれね、俺、うん、すごく気に入ってて、タイトルが明日から使える下ネタっていうさ、タイトルがすごい好きで、すごい好きなんだけど、なかなかね、知的な下ネタって作るの難しくて、いろいろ探してんだけど、見つかんなくてね、あれ以降できてないんだよね。ああ、そう、うん、あそこに知的っていう言葉を入れるお前が素敵だよ。あとなんかある、やっぱりいろいろあるでしょ、200本も作ってれば。あとはやっぱリベンジしたいなってずっと俺の心の中に残ってるのは、うん、コンポタ。絶対しねえから。お前個人的にやってくれよ、そんなの。今だったらもっと美味しいのが作れるはず。いや、絶対やんない、あんな。コンポタ？うん、絶対やんない。みんな見てないさ、ボツ動画で覚えてるのとかってある？ボツ動画で、やっぱガンプラを説明書出しで作ってみたで、ね。あれもあれ、きつかったね。楽しかったけどね。キュウリ流したっけ？キュウリは流してるよ。あ、流してるじゃん。キュウリもキュウイも流してるよ。キュウイもやったな。2000人になってさ、おう、まあ、ここ最近思うのはね、コメント欄がね、多少荒れることが増えてきた。多少ね、多少。そうね。でも本当にね、うちのね、視聴者さんって、すごく、なんていうのかな、大人な方が多くて。多いね。うん。なんか若い子も書いてくれてるんだろうなと思うんだけど、すごくね、こう、うん、紳士的な対応をしてくれる人が多かったんですけど、うん、たまにね、最近ね、荒れてきてね、
だからまあまあまあいいかなと思ってるんですけど、面白くなってきたかなとはちょっと思ってて、まあね、コメント返ししててね、かなりね心臓をえぐられますよ。カノッチ、最近後ろを振り向く回数が増えたっていうからね。今日俺ダンク履いてんな、そうそう大丈夫かな、何かあって思うかな。なんてね、喧嘩無敗の男ですから。おや、無戦無敗だから。印象深い、ちょっと今の流れなんだけど、お俺は完全に失敗した回っていうのを作ってしまいまして、この間、ついこの間、うん、消すほどではないかなと思ってるんですけど、トム・サックスのマーゼヤードがね、手に入ったっていう、おう、うん、完全にお前の扱いに欲しがりだよ。そう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 、欲しがりそうなんだよ、あれはまあ僕のね、完全なるミスですね。あ、そう、うん、台本ミスですね、台本バックグラウンドを見せなさすぎたかな、 あの動画に、うん、確かにそうかもしれない。そうそうそう、それはねちょっと反省してます、本当に。はい、あとね、あの動画見て俺も思った、うん、ありがとうは忘れていたんだ。そうだな、あれは。そういうことが起きてしまうっていうのはね、本当にね、申し訳ないなと思います。本当にゆうきさんにもねちょっと迷惑かけちゃったかなと思いますね。はい、ということでね、はいよ、僕たちもね2000人突破したってことでね、8ヶ月ですかね、皆様のおかげで、はいよ、行くことができました。これからね、3000人、4000人、5000人とやっていきたいと思います。まずはね、5000人が僕たち目標にしてますので。そうだね、そうですね、行きたいですね。おや、行ったらね、皆様にもねプレゼント企画をねやりたいなと思います。次はアナログが無理だよ、もう。そうですね、なんか方法考えていかないといけません、ね、せめてビンゴだよ。それ結局同じじゃねえかよ。結局作んなきゃいけねえじゃねえかよ。お前はバカだな。知ってる。はい、ということでね、はい、皆様のおかげで本当に続けることができてます。はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。感謝の気持ちを込めて、以上、青春オーバーランでした。またねー。